もう数え切れないぐらいでございます。はい、色の中で、あのこれはね、あのとりあえずクセモミっていうやつがあるんですけど、ほう、これがあのこの口が一番目の粗い口なんですよ。ほう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 、口荒口って言うんですけど、これで一旦ほぐしてですね、ほう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 、それであのこの軽く水をつけて揉むんですよ。水をつけて揉まれる、これはあのクセモミって言うんですね。クセモミでございます。そうしないとあの関取衆の頭はあの相撲を取る時のあの大一郎っていう紙に形を作っていけないんですよ。なるほど、この作業があってこそ綺麗な大一郎ができると。はい、あ、さようでございますか。それとあのこれ揉み方によってですね、あの髪の癖が残ったり、ほう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 、またあのいろんな変なところで、それとあの特別に癖のある人はその癖のある部分を特別に揉んだりするんですよ。おうおう、さようでございます。人によって確かに髪の癖というものはいろいろある中で、皆様綺麗されとるので、ここの技術が大きいわけでございます ね。それをそのどうやって見るかっていうのも自分たちのそのあの何ていうの、長年の髪の毛の癖を読むっていうか、あ、長年の勘というやつでございますか。はい、まあ、これ床山という言葉自体の語源もな、あの床屋さんとかあるでしょ。ああ、さようでございますね。あれもそのお店に床を構えておるか否かというところで、床屋さんというような、そういう利用し、そういった者たちを呼ぶようになっておるんじゃが、それをこうたくさん言われるところから床山というふうに呼ばれておるという、あ、このまた一つの語源、さようでございますね。相当な方々の数言っておられると思う。さようでございますね。どれぐらい今まで言われておりますか、床安殿は。いや、一人一人数えたことないですけど、まあ1000人近く以上は言ってんじゃないですか、数にすると。さようでございますか。いや、しかし皆様の身近にもこの力士相撲の言葉が残っているというところでは、皆様に知っていただけてよかったかなというところでございますけれども。そうじゃな、ちなみになんですけれども、床安殿は、何年ほどこれをこの床山という、お仕事というんですか、されとるのでございますか。49年と10ヶ月です。49年と10ヶ月、そこは細かいのでございますね。さようでも49年と10ヶ月。すごいな。想像できませんね。あと2ヶ月で殿が亡くなる。さようじゃよ。清正様は50歳で亡くなられておりますから。あの今日はね、あのこうやって椅子に座って高いところでやってるんですけど、あの関取たちこう体が大きいから、靴とか仕事ここで やりづらいんですよ。ああ、さようでございます。普通はあの床に座ってやるんです。お、床、申し訳ございません。いやいや、雨ですからね。それが一番その頭のやりやすい高さなんですよ。さようでございます。まあ、それでも床安殿の技術をもってしてこれが可能とはなってるわけですな。多少高くて、まあ、なるほどですね。まあ何とかしないといけないですね。お願いいたします。ちょっと土砂降りでですね、舞台上が濡れておりますけれども、ちなみにこの曲げ結いを皆様見たことがあるという方おられますか。挙手をお願いいたします。あ、おられた一人。本当に姫様見たことあるのか。4歳ぐらいの姫様が手を挙げておられます。曲げ結ってるの見たことある。すごいな、すごい、すごいな。どういう家庭だ。これはあれでございますか、こたびはあの春場所が終わられて来ていただけると、来ていただいてるんですけども、各場所が終わられたら毎回このように言い直すのでございますか。はい、毎日、毎日、はい、あの相撲取る時にはこういうお家をっていうやつなんですよ。で普段の日はさっきやってたような感じで、あの日常の生活。そうじゃ、大体大きく分けて2種類な、大いちょうとちょんまげっていうのがあるんだが、大いちょうっていうのは曲げの先がイチョウの葉に似ておることから大いちょうと呼ばれておる。そしてもう一つちょんまげっていうのはもう本当にな、頭にちょこんって乗っとるからちょんまげというような形で、正式な取り組みであったりとか公式な場であった場合は大いちょう、それ以外の私生活とか、そういったところに関してはちょんまげである姿の方が多い。おー、なるほどでございます。じゃあ今からは佐田の海殿が取り組みをいたす時の姿を見れるという、多いと思います。さようで戦自宅でございますね、これは。いやいや、戦しようね。ちなみに佐田の海関は今これすごい引っ張られていたそうなんですけれども、どうなんですか、すごいこれ痛いものなのでございますか。ちょっと感想聞いてみても良いですか。全然痛くなくて。あ、痛くないのですか。むしろ気持ちいいぐらいです。気持ちいい、はい、さようでございますか。相当引っ張られてると思うんですけれども。いや、そんなには引っ張られてないんです。さようでございますか、はい。
やそこがやっぱそこはもうコツで、中には痛い人もいるんですよ。ああなるほど、めちゃんこ痛い方もおられるわけでございます。お見それいたしました。ありがとうございます。ここにもやはりまあ力士の方を気遣う床山の方のお心遣いもあるということでございます。これ今の頭に髪のつける油のところしてるんですよ。油でございますか。固まってるやつ。おー、最後ございますね。皆様見えますか、ね、この日ありますけれども、ね、はい、これ何の油なのってことですか。これはロウと木ロウですか。ロウでございますか、はい、それに香を混ぜて、その香が何入ってるか教えてくれないんですよ。あ、そこは内緒で。企業秘密。はい。さようでございますか。これは先ほどモンドルところからちょっと雰囲気変わりましたけれども、はい、これはまた何か名前があるのでございますか。いや、これはただその綺麗に艶出しとこの髪の形を作るためのその油。油を塗っているそうでございます。ありがとうございますか。ちなみに後ろで見ておられる大名様方や、同じ三傑姫様の方、姫様方で何か聞いてみたいこととかあったらありますか。何か聞いてみたいこと、多分すごい気になると思うんですけれども、何かありますか。ある方は全然言ってくださいます。それがしマイク持ってまいりますから。失礼いたします。ありがとうございます。何かあればいつでも聞いてみてくださいます。宗重様、床山殿から見て清正殿の曲げはもうちょっとこうした方がいいよとかありますか。いや似合ってますよね。お似合いだ。似合っている。ヒヤヒヤした今。こっちに来た。ありがとうございます、答えていただき。まさかそんな質問が来るとは、それがしも思いませなんだ。他おられますか。あったらいつでも言うてくださいませ。あ、島津様。島津様、手前失礼いたします。どうぞ島津様。島津義弘、失礼いたします。力士になるには、相撲部屋に弟子入りするというふうに伺っておりますが、床山にもしなりたいという方がおったらどうすれば床山になることができるんですか。いや、それは各部屋に訪ねて行ってお願いするか、誰かの知り合いの方いたら紹介していただくとか、普通にそれだけで、まあ、定員が空いてれば入っていけます。さようでございます。定員があるのでございます。じゃあ先ほどわしも申したように、ほうほう、50という制限がある。 50？ そうじゃ、だゆえにこの50にもう今パンパンの状態だと。あ、なるほどでございます。そうじゃ、そこで、今現在この床山さんが、引退されなければそこの枠が開かないと。お、はい、そこの枠が開かない限り入る隙がない。なるほどでございます。じゃあ関町の方もいっぱいおられるわけでございます。ほうじゃほうじゃ。いや、やっぱ数が限られてるんで、もうその紹介する方がだいたい人数確認できてるんで。ああ、そういうことか。はい。じゃあもう事前に今はいっぱいいっぱいだからというふうに断られる可能性もあると。はい。まあその機会をずっと狙ってるものもまあいるかもしれない。もしかしたらこの中から床山になりたいという方が出てくるかもしれません。ああ、さようじゃな。はあ、小さい子供たちも見ておるから、もしかしたら憧れるかもしれないな。さようでございますね。ちなみにこれ男女とかはあるのですか。男しかなれないとか。もう男性だけです。あ、男性だけなの。お相撲さんと一緒に生活しなくちゃいけないんで。なるほどです。もう神職ともにいたす、はい、ゆえに、まあ、行事だったりとか呼び出しだったりとかなっていう方々のこの相撲をね、こう盛り上げていく方々が多くいるけども、こういう裏方で一番力士の支えになってるというのが、この床山という存在なんです。なるほどでございます。します、大丈夫そうでございます。普通はですね、普通はこういう体型で縛るんですよ。あ、なるほど。で、下が高いから火はちょっとこう 寝てこう、顎を上げてもらってですね、しないとそのいい長さっていうか、角度に取れていけないんですよ。角度でもな、徐々にな、こうやっぱり、整え始めて、うわ、ええ匂いがする。さようですか。うん、お、本当でございますね。うん、すごくいい匂いが。付け油のええ匂いじゃな。ロウの先ほどの油の匂いですね。いつもはもっと手作業早いんですけどね。今日はこうゆっくりゆっくり目に今動かしてるところです。ああ、なるほど。皆様にも伝わりやすいようにですね、ゆっくりしていただいているということで、島様の質問の方も、あ、納得いただけたようでありがとうございます。前方の方に匂い届いてますか。この素敵な匂いがですね、伝わっていないということでございますか。まあ、もしかしたらですね、
まあ、こたびはこのように熊本城来てくださっておりますけれども、力士の方々、各界の方々はですね、場所が終わったら巡業というものをされてるわけでございます。皆様と交流をする場を設けたりするわけでございますゆえ、その時にはもしかしたら機会があるやもしれません。すごくいい匂いでございます。さあ他に質問があられる方とかおられる、あ姫様が気になることがあるんですけど、徳安殿良いですか姫様が。はい、はい、改めまして私アマと申します。先ほど床山殿にもこう位があると言っておりましたけれども、その位というのはどのように決まるのでございますか。いや年功序列というか年数によってですね。お年数で、はい、では何年以上経つと4等に上がるとそのように上がっていくのですか。はい、おだいたい3年5年 10年20年とかって感じですね。おおなんで30年で1等っていう資格に行って、だって40年で特等っていう。おお、そうなのですね。あ、45年か。45年でなっていくんです。45年で、はい、なるほど、すごいございますね。すごいですね。いやそれだけ年数を積めば特等になれると。ありがとうございますね。先ほどから言うとりますけども、お隣におられる清正様食いつきすぎでございます。すごい見ておられる。いや、この距離で見ることないから。さようでございます。我でも非常に貴重でございますけれども、いや、手際が早いんじゃん。いやいやいや、それ特等でございますから。何度も言うとるんですけど、清正様ですね、生涯50歳で一度亡くなられておるんでございます。なので清正様が特等になるためにはですね、10歳からこれを始めなければならないということなんですけど、床安殿はおいくつぐらいから。15からです。15、はい、なるほど。15からもうずっとこれ一筋なわけでございますね。皆様ちょっと想像できないですね。ここにおられる方想像できないです。ということは中学は硬いんですよ。これ硬いんでございますか。触ってみてください。おお、すごい。なぜ今槍見たんですか。いやと間違えるぐらいちゃんとしっかり槍ぐらい硬いのでございます。ということはこれで人殺せるぐらい硬いのでございますか。いやこれ凶器だぞ。さようでございますか。今あれでございます。油というか塗っただけでこれほどなるという。うん、そうじゃ。で、この今締めたやつじゃな。縄、これ元結って言ってな。元結ですか。そうじゃそうじゃ。